こんにちは。0歳からの音楽教育家の滝沢由美です。お子様のクリエイティブ性と感性が豊かになる音楽で子供を育てるお話をしています。あなたのお子様はピアノを習っていますか？もし習っているとしたら、練習はどのようにしていますか？もちろん練習しなくてもゆっくりのペースではありますが、子どもには自分で伸びる力があるので、少しずつ上達していきます。それでもお月謝を払っているから無駄にしたくないという気持ちで、ついつい練習しなさいと言ってしまうのではないでしょうか。30年の指導の中で、ピアノ教室を辞める理由の 90% が練習をしないので辞めさせますということでした。だとしたら、練習するという概念をなくして、レッスンが練習になるようになればいいのかなと思って作ったのが、現在のルルオンライン子ども音楽教室なわけですが、こちらの教室は週に3回のレッスンで、お子様に練習しなさいと言わなくてもいいようなレッスンの仕組みを作っています。ご興味がある方は下の概要欄をご覧くださいね。話を元に戻しまして、大体のピアノ教室は週に1回、そして月に3回くらいというのが平均的なのではないでしょうか。まあ仮に月に4回のピアノレッスンがあったとしても、1ヶ月を30日と考えて、30-4イコール26日、26日はお家でピアノを弾く機会があるわけです。この間、弾くか弾かないかによってお子様のピアノの習熟度が随分違ってくるのかなと思います。これを考えると、お母さんたちが練習しなさいと言ってしまう気持ちはとってもわかります。ところが、人間というものは本当に天の弱、何々しなさいという命令形で言われると、ついつい反発してしたくなくなっちゃうものなんです。まして学校生活が始まると、宿題に追われたり、塾に行ったり、他の習い事があったりして、なかなかピアノを弾くという時間を取ることさえ難しくなってくる忙しい現代っ子です。子どもたちも忙しい時間のやりくりにストレスを感じている中、大好きなお母さんからの一言、練習しなさいという声が聞こえた瞬間にブチ切れてしまうのです。と言ったら変ですが、反発や怒りの感情が湧いてしまいます。そしてやりたくないになってしまうんですね。ではどういうふうな言葉がけをしたらよいかというと、何々をしなさいという命令形ではなく、何々してはどうという提案形で言っていただけたらなと思います。なので、この場合、練習しなさいではなくて、練習してはどうかなというふうに提案してみてください。ここでお子さんが練習するかしないかは、もうその子に任せてください。言っても、練習しないときは練習しないのです。命令形で言っても、練習はしません、どっちみち練習はしないんですね。そんなときはですね、お子様が練習するという行為を潔く諦めましょう。それでもピアノを弾いてもらいたいときは、お子さんは好きな曲なら自分から弾くので、この際ピアノレッスンのカリキュラムを諦めて、好きな曲を弾いてみて、お母さん聞きたいなと提案してみてはいかがでしょうか。この声かけなら、レッスンのカリキュラムはやらないかもしれませんが、 60% のお子様がピアノを弾いてくれます。またお母さんがピアノを弾けるなら、楽しそうにピアノを弾いてみてください。楽しそうにピアノを弾いていると、なぜか磁石に吸い付くように子供がやってきます。そしてお母さんの演奏の邪魔をして、自分もピアノを弾きたがります。この自分で弾きたいと思う気持ち、これこそがピアノを継続していく上でとっても大切なんです。まずはこの自分で弾きたいという気持ちを引き出してあげましょう。ここからがピアノの練習のスタートです。さて、今までお話ししたことをまとめますと、1、練習しなさいと命令形で言わない。2、練習してはどうと提案形でピアノ練習を促す言葉かけをしてみる。3、好きな曲を弾かせる。
たとえレッスンでやっていない曲でも、アニメの曲や幼稚園学校で弾いている曲、音楽の教科書の曲など、とにかく何でもいいです。まずは自発的にピアノに触ってもらいましょう。4、お母さんがピアノを楽しむなどして音楽の環境を与える。またはお母さんは弾けなくてもいいです。何でもいいです。ちょっとしたキラキラ星などでピアノを楽しんで弾いているふりをしてください。それだけでお子さんが磁石のようにやってきて邪魔をしてピアノを弾き始めます。5、子供が自分からピアノを弾くように仕向ける。ここの5番が一番大切です。あの手この手を使っていろいろ試してみてくださいね。今日のお話は、練習しなさいと言わないことで本当はお子さんがピアノを弾くんですよというお話でした。このお話が良かったなと思ったら、いいねの高評価やチャンネル登録よろしくお願いいたします。このお話は毎週日曜日夜7時に公開しています。次回もお楽しみくださいね。今日もお話を聞いてくださりありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。 YouTube 総視聴回数15万回の童謡シリーズで大人気のユミ先生のピアノレッスン教材が販売中です。お子様が楽しいと思うからピアノが大好きになって、即興演奏の基礎と音楽導入の基礎が学べます。遊べるピアノはお子様のやる気スイッチを押して、練習しなさいと言わなくても自分からピアノを弾く子に育てます。音楽動画教材、2歳からのポンポンピアノ、3歳からのハローピアノ、そして動画教材が終了したら4歳からのオンラインレッスン、ルルオンライン子ども音楽教室へどうぞ。詳細は概要欄から。音楽でクリエイティブなお子様を育てる、ルル子ども音楽動画教材オンラインストア。